今日はね、リザードン触っていこうと思うんだけど、リザードンね、今なんか全体勝率結構高いんだよね。なんか全ポケモン中結構上の方にいるから、こいつ今やれるのかもしれないね。で、今じゃないや、今回の持ち物は力の鉢巻きにピントレンズに猛攻ダブルでやっていこう。まあ茶色メダルでね。で、技構成はまあ火炎放射ダイモンズがやっぱ主流っぽいね。まあこの技構成強えもんな。なんか相手の移動速度を避けたりとか焼いたりとかできて、サポートしやすい。死ににくいしね、機動力活かしてね。結構それでかいんだよな。手伝ってあげた。ある程度手伝ったらもう猛攻ダンベル決めに行こうぜ。そう、猛攻ダンベル決めた時の、火力の伸びっつうのも結構ね、あ、なんかめちゃくちゃ食らうんだけど俺。これ逃げた方がいいね。ちょっときしょいな。やめてよ。ちょっと、引こうぜ。ナイス、いいよ。やけどにできたんだったらこれ倒せるワンチャン。あ、倒せるかも。あーあーああ、そうやって来るから、ゴールチェンジ邪魔しに来るから。新年早々。で、お互いにね、ゴールチェンジして気持ちよくなった方がいいのにもかかわらず、もうわざわざさ、邪魔しに来るんだから。バチが当たったんだよ、バチが。そういうことね。ほんと、バチ当たり。バチ当たりやろうがよ。許せねえな。火炎放射覚えて。いいね。はい、でも体力ちょっとやばいんだよな、俺。体力ミリだからちょっとやばくて。イワプラスあれ食っていいよ。イワプラスね、食ってほしいね。炙るか、これで。いる？あ、いないわ。いなくなってる。なんか学習装置今回持ってないからあんまり横取りみたいなことすんのはよくねえな。よくないかもしれんな。相手が、イワパレスが嫌な気持ちになっちゃうかも、もしかしたら。まあ、せっかくでちょっと早いけど10秒前集合で、CO でガンガン買ってもいいかもしれんな、もしかしたら。それでいいかもしれん。猛攻ダメルも結構溜まってるしね。来た。当選じゃないこれ。なんか、じゃあ、ダイモンジ取って、荒らしに行っちゃおうかな。で、早い、野生狩りも。めちゃめちゃ早いんだけど、野生狩りも。え、もうないのかな、ニャローテの経験値。もう買ったのかな、買ったのかな、ニャローテ。まあいいや、買ったんだったら。じゃあ、ヤドランたち、俺30つぎ込んじゃうよ、これ。いいの？はい、完璧。焼き散らかしていく。やけど痛い。熱いよ。強すぎる。焼いて、正面からぶつかれば大丈夫、怖くない。オッケー。割っといて、もう即ユナイト。即ユナイト、もう即。即焼く。焼き肉。気持ちいいねー。で、そのまま。いや、これ、あげればよかったな、S 場に。あげればよかった。すまん、それ、見てなかったわ。あげればよかった。まあ、でも、ここでみんなで勝ったら上がるでしょ。え、強い、なんか。こんな強かったっけ？めちゃくちゃ強いんだけど。まあ、でも、役割的にはね、やっぱ、浮いた敵を焼き散らかすのが役割だから。どいつが本体、今回。てか、敵が今回浮いてるんだろうね。めちゃめちゃに。そう、敵が今回浮いてるわ。かなり。なんかいるくね？取っていく、いいね。やばい。で、逃げ性能も、かなり高いんだけど、いや、惜しいね。めちゃめちゃ惜しかったね。頑張れ、あと少しでそれ。いや、アブソルの餌になっちゃったのよくねえな。まあ、基本なんかメイジ系って言うんだっけ、遠距離キャラ系の立ち回りで行った方が良さそうだな。アブソルに見たらもう逃げた方が良さそう。普通に柔らかい気がする。結構やばいよね。ウエレンちょっとやばいかもな。ちょっと良くないかも。ヤドランたちが荒らしに来てるから。よし。なんかね、
前出たくなっちゃうけど、まあ基本的にタンクの後ろでわちゃわちゃやった方がいいからな。うまくいってる試合だからめっちゃ前出てたけど、タンクと一緒に動かないとさ、やっぱアブソルにかもられちゃうからね。これ下行くのもありだったけど、もうだるいだるいねえ、もうだるいアブソル、もうねえマジで嫌い、本当に嫌い。あいつと鉢合う確率高いんだよな。ちょ、上に集合しよう、マジで。いった、下はなんかもう割られてるからさ、上集まろうぜ。上に集まろう。ちょ、集団戦やろうぜ。じゃないとちょっとアブソルがきちい、俺。すげえ不愉快。ちょ、ガンガン行こう。殴ろう、ガンガン殴ろう。S バ？俺も殴るの結構早いけど。ちょ、S バに殴ってもらわないと、マジで困っちゃう。ナイス。まあ、これで、よし、捕まえた。完璧に捕まえたわ。よし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 。まあでも、まあ、ホクシーからしたら俺がめんどくさいかもしれんけど。でもアブソルはマジ許さん、俺は。で、火炎放射撃って、あ、先にユナイト入ってくれんだ。いいよ、全然いい、全然いい。じゃあ俺、先にユナイト、後からユナイト入っちゃおうっと、じゃあ。全部焼いちゃおう。全部焼いちゃおうっと、こうやって。やばいかも、これ。焼いた。オッケー。完璧。さあ、いいねー。アブソルも、がっつり倒したしね。ワンチャンこれ下に行けねえかな。敵、多分上に飛んでくると思うんだよね。ここで、相手の50ポイントを下に、もうぶち込んじゃう。殺されたらリスキーだけど。あ、ナイスすぎる。やばい。いや、この逃げ性能の高さだよな、やっぱりな。めっちゃ来てる。逃げ性能の、この逃げ性能の高さよ。ワンチャン倒せんじゃねこれ。やばい、死ぬ。死ぬ、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 死ぬ。死ぬす、死ぬすぎる。いいねー。まあ、あとは、めっちゃ火力出したな、あそこで。やばいな、気持ちよすぎたな。ゴール残ってる、私。まあ、残ってるっちゃ残ってるね。いや、これは、最後は俺、上野が欲しいかも。レジ歴送り込みたいし、まあ、経験値はあと味方に全部あげてもいいかもな。あと、アブソルだけ警戒しよう。ドラパに視界取りさせようぜ。絶対違うけどな。けど俺も前出れないし、今回やっぱり。普通死ぬんですよ、って。火炎放射って、いいよ。あー、これで戻しようかな。ユナイタスでも入ってよかったのかな、エスバ、それ。大丈夫。まあでも S 版のユナイトってそんなに超火力、なんか戦況をめちゃくちゃ変えるみたいなイメージはないから、別にいいのか。ね、ベストタイミングでレジエレキ送り込めたかもな。これめちゃくちゃいいタイミングかもね。誰か、あそこであれするでしょ。つかめつかめ、こいつぶち殺すぞ、こいつも。本当に。こいつ気色悪いから。何？まずい。逃げなきゃ。逃げなきゃまずい。よし。逃げなきゃまずい。そこいるんだよ、でも。あと少し。ナイス、いいよ。え？なんで生きてるの？ねえ、もう嫌い。もう嫌い、こいつ。仲間に助けてもらった分際でよ。許せねえな。あ、いい集団戦の残し方、それは。いいね。イワパレスはめっちゃいい感じで前出てくれてるから。タンクはね、もう死んじゃうのは仕方ねえんだよな。もうガンガン殴っていいんじゃない？あ、エナジー足りてんのかな？どうなんだろう。ちょっと怖いけどな。点数差的にどうなんだろうね。あ、大差でリードしてる。大差ってどれぐらいリードしてんだろうね。来た、アブソル来たよ。やばい、これ何もできてない。まずい。結構殴ってきそうだな。でもアブソルとして体力ないんだけどね。ただ S バのユナイテがあるからね。ちょっと突っ込みすぎちゃったかな、俺もな。よくなかったかも。あ、でも取ってるね、味方ね。えらい。いや、イワパレスがね、イワパレス今回めちゃ良かった。
ただ俺はなんかずっとアブソルに駆られてたからな。イライラするな、アブソル。ちょっと次の試合から気をつけよう。アサシンに駆られないようにちゃんと動こう。ちゃんとしよう。まあ、火力は結構出せたって気がするけどね。さあ、もう気合い入れるわ。アサシンに気をつける。それだけ。なんかちょっと立ち回り雑かったもんな。雑い立ち回りはね、本当によろしくねえからな。2ポイントだけ欲しいんだけどさ、あれなんだよな、ラストヒット狙うと弱いんだよな。なんか弾ける炎で、まずはさ、火傷にしてからじゃないとめちゃくちゃ早くなんないからさ。ダクマ？よかった、ダクマがそっちに行って言ってくれて。無理か。やめて、ダクマ。ねえ、やめて。本当に。気色悪いからやめて。でも本当にゴールチェンジしないやつなんなの？ねえ。人間じゃない、そんなのもうマジで。やめてる人間。よくないよ。ほんとよくないよ。化け物だろ、ゴールチェンジしてるやつ全員。化け物だよ、ゴールチェンジしてるやつ全員。人の心とかないんか？おい。せっかくこっちとらな、リザードン使って火力、ウォーコーダンベルの伸びがめちゃくちゃいいらしいのにさ、なんでそんなことすんのマジで。ナイス。これタンクとかいねえから攻めにくそうだけどな。エフィめちゃくちゃ嫌なんだけど。いや詰めれない、これ無理だからさ、狩ろうぜ早めに。どうせ引いてくるから。いて、これ一人の時にエイフィの攻撃食らうのマジ良くねえな。だいぶダメージ入りそう。よし、進化した。火炎放射覚えてからが結構本番だよね。俺も真ん中にもう行っといてさ、さっきみたいな展開作るか。せっかくだし、もう弾ける炎からの火炎放射でもうべっつり削っていく。まあ、来ないんだって来ないで全然いいんだけどさ。これ味方来れる？ああ、これなさそうだな。飛行じゃ一旦。あれてか中央学習装置さわないと。うわー、ウーラオス来てる。でもやっぱ火炎放射当てると結構ね、移動速度上がるからいいね。学習装置ラルドスか、こいつ珍しいね、かなり。いやー、ウーラオスね、ワンチャン何か起こるか分からんから、マジ安全に借りたいからちゃんと意識した方が良さそう。これ神速圏内に入られたらまずい。俺やけど入れて、いや強い強いっす。てか上レーンの2人はちょっと下来ようぜ。何してんの上レーンで。もうちょっと、あ、でも上割れるんかな、割れるんかな。上割れるんだったらちょっと話が変わってくるんだけどさ、多分割れないよね上。割られたレーンより割られてないレーン大事にしようよ。どっちとも取れなくなっちゃうよ俺ら。あ、それやばい、マジでやばい。サーナイト、お前だけだよマジで。中央学習装置はなんか、あれ中央だよね。中央学習装置はなんかすげえ珍しい気はするんだけど。でもね、よし倒した。やったー、レジエリキ取れそう。やったー。エフィ今はただ君に感謝をって。そういうことだよね。エイフィー今言ってるよ。自分だけ、自分だけ死ねーって言ってるよ今エイフィー。泣いてるだろうな。気持ちいいね、いいね。
ユナイトズ入ってもいいんだけどな。だ5人で集まれる気あんましないんだよな。いや、ここマジでアサシンムーブだけ気をつけていこう。あのラプラスの後ろに隠れてちゃんとやっていこうね。前で過ぎたら死ぬから、ほんとそれだけ。ラプラス学習装置が持ってないから、ラストヒットはあんまり横取りしない方が良さそうだな。うわ、なんか連れてかれてる俺。まあいいや、一旦ちょっとこれでユナイト相手。いや、なんか一瞬でやられたんだけど、リザードンの火炎放射通常攻撃って多分範囲攻撃じゃないよね。範囲攻撃だったらいいんだろうけど、一体殴っちゃうからな。やっぱ囲まれちゃうとね、やっぱあんまり生かしきれてないよね。隠れそうだよな。惜しかったんだけどね。まあ、吐かずに多分火炎放射とかでちゃんとやってあげた方が。ちょ、上行こうぜ。もう下レーンはちょっとあんまり、まあ俺も行けてないのも悪いんだけど、でも下レーンね、敵がこう残ってると思うんだよね。そう、なんかあのゴールが残ってっからさ、ゴール残ってないレーン潰しに行こうぜ。倒した、それ。ナイス、いいよ。ね、これね。ちょっと視界取りだけ。ちょっとだるいね、これね。みんなで殴ろうす。お、オッケー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 。いいよ。ウーラオスね。ただ、ウーラオス、ここら辺から割とパワーダウンしてくんじゃねえかな。序盤クソ強かったけど。ここら辺から割とパワーダウンしてくるイメージあるんだけどな。他の奴らのユナイト技とかの打ち合いにはそんなに。ピカチュウ、え、ピカチュウ、いや、逃げるか。大文字打ちながら、よし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 、いいぞ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 。こんな感じの立ち回りだよな、やっぱりな。怒ってる、集合って怒ってる。でも火炎放射とかでやっぱ距離と言いながら戦えるのがいいよね。リザード昔さ、あれだったよね、多分動きながらさ技打てなかったよね。こいつが化けたのは動きながら技打てるようになってからマジで化けたよね。ちょっと相手ゴール残ってっからさ、ちょっとやめようぜ、 むやみな集団戦は。ちょっと厳しいよ、厳しいよ、だいぶちょっと厳しいよ。厳しいよ、だいぶ。むやみな集団戦は。よくないよくない。敵の経験値になっちゃう。まあ、ドラパとの打ち合いとかも基本的にはあんまり避けた方が良さそうな気がするんだけど、俺。ちょ、13レベル鳴らしてくれよ。頼むよ。まあ、いっか。狙うんだったら誰だろうな。だからラプラスの後ろに隠れていろいろ。ナイス。焼き散らかしといて、あいつはまあ無視でいい。カイリュー相手したらダメだと思うわ、俺正直。来た。で。こいつか、狙うとしたら。いや、これちょっとやっぱきついよね、多分。なんだこいつ。頼んだ後は、あとちょっとが削りきれないんだよな、あいつのこと。逃げるか、一旦。うわ、最悪だ。ダストボタンがなんか切られた、最悪だ。中央で戦ってあげればよかったんだけど。あ、やばいな、ゼラオラ。大丈夫かな。ナイスナイス、逃げる。いい火力、いいね、いいね。ただ今回ちょっとな、どうな、わかんねえ。どんな試合になるか結構大変そうな気がする。体力ミリでうろついたらダメだね、ほんとに。いろいろやってあげたいんだけど。マスカーニャ？マスカーニャ頑張れ。やっぱ100決められたんだけど、ちょっと、ちょい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 。
ちょっとやばいってそれは。ね、あんまりもうウーラオスそんなにめちゃめちゃ火力出せてるってわけじゃないしな、ゴール内でっていうのもあるけど。よし、まあ、回復だるいけどな。ちょこれマスカニアやったやろ、これマスカニアこれやったでしょうね。いや見てなかったんだろうな、行かなきゃ真ん中にって感じだったんだろうな。俺もやらかしてるしな、どんまいだな。ただ海竜がね思ったより硬くてね倒しきれなかった。まあ、こっちじわじわ削る系だしな、相性悪かったな海竜に対して。なかなかうまくいかないもんだね。ただリザードン結構パワーは結構パワー感じるよな。まあ、今回はゾロアークと上か。久々に見たらなんかゾロアークもそんなになんかめちゃめちゃ多いっていう感じではないよな多分。2ポイントあれば正直いいんだけどさ、俺それあげるよ。あといやピカチュウ絶対来る、ほらもう気色悪いからマジで許せない。ゴールチェンジしてくれる？あ、いいね。ただ途中で俺のこと殴ったのマジ許さんけどな、ほんとに。やべ来るピカチュウが、その前に3回積みたい。完璧、早い。絶対ピカチュウ来るんだよ、あいつの性格だったら。ほんとにもうあっち2人でやりに行けばいいじゃんね、許せねえよなマジで。じゃあ俺も炎の渦当てて、きた、嘘、やけど入ってるじゃんね、やけど入ってるのにな。スピーダー使おう、これ渦置こう。はい、でピカチュウは焼きながらいく。え、強い、待てねえ、ちょっと俺チルタリスに殴られた、なんだっけチルタリスだよね。ねえ、ずるいずるい、八百長だよこれ、ひいきだよこれは。チルタリスなんで俺のこと殴るんだよ、なんでピカチュウのさエレキボールの盾になってくれないの、許せないな、許せないことばっかりだな、許せない。途中で男と男の1対1に参戦してくるのはマジで許せない。あいつはチルタリス界のゴミだわ。あとは真ん中にちょっと中央にさ集合しようぜ。で速攻狩ろうぜこれ、まあ、ピカチュウたちが来る前にな。いいね、来た、リザードになったってやべえって、それリザードになったのめちゃくちゃなんだけど。よし上行く、そのままピカチュウとか隠れてると思うけど。ピカチュウいいねー、眠れ、お前はもうエイミンしてくれ。強い、それリザードン来るかそこで、やばすぎ、何もできねえ。ただゴールは守れると思うな、敵が来た時に。渦が溜まってからがいいな俺、渦もう本当にさやめてピカチュウ、本当にあいつあいつだけにユナイト打つ、俺はあいつ以外にユナイト技打たねえからな。はいー、はいー、いいね、ピカチュウの経験値全部食っちゃおう。下レーンがやばいなこれな、多分下レーンにめちゃくちゃいってると思う敵、俺がピカチュウと戯れてる間に。これ上に来てくれるかわかんねえな。ね。ただ上レーンの経験値だいぶ取り合い勝ったと思うんだよな。差がないっていうかね、来てないんだよね。まずいね。結構やばい。差がないっていうかもう慣れてる、完全に。でもそういうもんだけどな、どっちかのレーン、どっちものレーン取るのってかなり無理だからさ、どっちかだと思うんだけどな。いやもうやめてやめて、ピカチュウ狙いたいのに俺。こいつが本体これ。痛すぎる。痛すぎる。いや、これどっちも取られて終わってるわ。下集合、ね、下4、
下4上1とか上4下1とかがなんか一番丸い気がするんだよな。いやーこれなー、集合状況もあんま良くなかったしな、どうしようもないね。各自おのおのエゴイストムーブだな、こうなったら。烈空打線でまあヤドランの後ろに隠れて俺はやることはやるんだけど、ユナイテッド溜まったし、早めのユナイテッド行こう。でピカチュウは狙えないんで、から俺が多分こっちなら狙うとしたら、いやもう仕方ないこれは。いやこれサーナイト来てほしい、あと少しなんだ。サーナイト、サーナイト、サーナイト、まずい、きつサーナイト、お前浮いてるよ、お前浮いてるよサーナイト。これ切断して、切断したのかこれサーナイト。あなるほどね、切断してんだこれも、そういうことね。だからなんかあれだったんだ。しかも諦めない味方もすごいけどな。今切断判定になったのかな。まあでもこれがねポケモンユナイトだからな、やっぱりな、これだよポケモンユナイトは。こいつが本体だ、こいつか本体は。マスカニア来るかな、ごめんやだな、マスカニア連れてきたかも。ナイス、いいね、ナイスすぎるヤドラン、ナイスヤドラン。やっぱヤドランと一緒に動くのがもう大正解だよな、本当に。ちょ上集合しようぜそのまま、これで視界取りながら。ユナイターズ最後に履けるチャンスだしな。でも切断したサーナイトってこんな感じになるのかな。危なっ、あとはこいつピカチュウね、あとはピカチュウ2連キル。これちょっと逃げながらのが良さそうだな。いやーめっちゃスタン取られる、よしナイス、なんだかなってる。これ切断したのってサーナイトだよね、誰かにくっついたりすんじゃないの切断したキャラって。え、違うの？違うのかな？永遠に、永遠に野生狩りするんかな？切断した後って。そういうこと？結構パワーは感じるんだけどな、リザードンな。7レベルから進化するしね。ちょっと真ん中のチュレタリスをちょっと、買っちゃいてえな。ユナイター技も溜まるし。逆に敵がユナイターズ溜まってなかったらね、これね、独占できるかもしれんしね。相手のユナイターズが溜める時間を遅らせるか、れるかもしれんし。わからんけど、そこはね。マンムーがいるんだよな。嘘だろ、サーナイト。あ、でもスピード吐かせた。いや、このスピード吐かせるとか結構大事な気がするね。めちゃめちゃ大事な気がするわ。今回俺野生狩り早いしさ、殴っちゃうかもう。いやこれでちょっと一人切断した分の足しになればめちゃくちゃいいんだけどね。影分身意外とめんどくせんだよな。でもヤドランから離れないように、どうせ影分身だからあれ、どうせ。やばい、外したユナイターさ、しかもなんか動けなくなった。やっぱ切断じゃないよねあれ、やっぱずっと待ってるんだからあいつ、最低、おい最低だぞあいつマジでなあ。こいつ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 、よし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 、もう気合で一匹持ってく、気合でね、おい最低あいつ戦ってる間にずっとぐるぐるしてた、ここで最低すぎる。けどマジでワンチャンあるな、リーフィア一匹も持っていっといてマジでよかったかも。頑張れゲンガ、ナイス、それでかいでかい、それはガチであるな、マジである。ピカチュウ落ちてて、ゲンガーが落ちたらまずい、火力出せなくなっちゃう誰も。うわまずい、あとヤダランだけだ。
ヤドランが。いや、さすがに耐えれないよな。きついよな。やばすぎる、あいつ。バケモンだ。オッケーオッケー。なんか、いろいろ死んでる。痛え。いや、無理か。